はい、どうも、ゆっきーです。今回、喫煙、していくのは、こちら、新発売のクールの、ループドの、8ミリのやつですね。値段が、350円。パック内側にある QR コードを読み取ってクールのすべてを知ろう。本製品の香料にはメンソールと微量の北海道ミントオイルの両方が含まれています。と書いてありますが、あれ？タールとニコチン値は書いてない。これはあれか。また流行りの、リトルシガー的なやつか。まあ、8とは書いてあるんだけど。8とは書いてあるんだけど、ニコチンとタールが書いてないから、何なんですかね。お。なんでペンギン？1933年の誕生からメンソールタバコを追求してきたクール。ご存知ないかもしれませんが、発売当初は、冷涼感を表すためにペンギンをパッケージにデザインしてました。そして今回こだわりや遊び心のシンボルとして、再び登場してもらうことに。クールもペンギンも応援よろしくお願いします。うん。よいしょ。ああ、やっぱりこれ、こういうやつか。リトルシガー的なやつだな。細い。なんだっけ。あれに似てる。ああ、これ、リトルシガーだな。なんだっけ、ね、値段280円ぐらいです。それでは吸っていきます。おお、めっちゃ来る。メンソール感がすごい強いです。あ、うん。クール、タバコ。これが、今発売したやつが、これあれだな。リトルシガーだ、これ。あ、そうそう。キャメルボックスとアメリカンスピリットのアガットっていうのも出るみたいで、あとラッキーストライクのエキスパートカットのメンソール、メンソール5と、8が、7月に発売されるみたいです。まあ、やっぱりリトルシガーの部類のやつ最近やっぱ多いですね。タバコ刃でタバコを巻く、ブラウンカラーのスリムスティック。あ、リトルシガーだな。最近このリトルシガー流行りなんですけど、もう早くゴールデンバットのリトルシガーの東京に売ってください。東京で発売してください。吸いたくてたまりません。味は、メンソールがまあ強い。で、ぶっちゃけ葉巻っていうか、リトルシガー、で、こういう類の細い、めちゃくちゃ細いタイプなんですよ、これ。
で、いろいろ出てますけど、ぶっちゃけて言うと全然美味しくない。いや、美味しくない、まあ、安いっていうのは取り柄なんですけど、あれ、フォルテだな、フォルテな。フォルテ。フォルテが、270円ですからね。こっち350円ですから。うん。で、フォルテも吸ったんですけど、フォルテのメンソールが一番美味しかったとは思います。フォルテのオリジナルは、美味しくないです。うん。あとは、ちょっと、皆さんに報告はあります。うん。まあ、割と、まあ、重要でもないのか。まあ、ちょっとしたね、お知らせがあります。まあ、これ後で動画にしましょう。だからあんまりね、リトルシガーでやっぱね、一番うめえのは俺個人的にはキースのスリムなんですよ。もう、これはもう、100%。もう言える、キースのスリム。値段400円。これなんですよ。もうこれはもう本当に、リトルシガーの中で一番美味しい。と思います。まあ、あとやっぱ、アメスピのアガットっていうのも気になるし、キャメルのボックス、ここ、キャメルのボックスはかなり今期待してます、僕は。キャラメル好きなんで。で、キャメルの両切りの、頃のキャメルが吸いたかったんで、これはフィルター取って、両切りスタイルにすればこれうまいんじゃないかと、勝手に考えてますけど。あと、ラッキーストライクのエキスパートカットのメンソール8。まあ、値段400円ですね。うん。これ発売日が7月の8日。となってます。やっぱり、ググったところによると、クールループドは、タール表記とニコチン表記はない。まあ、リトルシガー。リトルシガーはないんですよ。で、クールもね、一時期吸ってたことあったんですけど、クールもね、そこまで、そこまで好きではない。うん。まあ、一番好きなのはクールの、12ミリの、ボックス。480円。タールが12ミリのニコチンが 0.9。ただ、これにはちょっとやっぱり、問題がありますね。うん、やっぱメンソール感が強すぎることによって、全くタバコの味がまるでわからないと。というところでしょう。まあ、これに限っても、値段が380円で、フォルテが270円なんで、80円も違って、この味で、これ果たして買う価値はあるのか、ないです。
ないですね。ないに等しいでしょ。これを買うんだったら間違いなく、フォルテのメンソールを買った方が、多分幸せになります。まあ、でも、一般的には、フォルテは本当に人気ですよね。うん。一般的な、人たちは、美味しいって言って、ね、言ってますけど。あ、ダブルハピネスとかあったな、そういや。ダブルハピネスのオリジナルはクソまずいんで、で、ダブルハピネスのメンソール、俺吸ったような気がするんだけど。どうだったっけな。あんまり美味しくなかった記憶はあるんですけど。やっぱキースのスリムが一番うまいな、多分。問題はまあ問題でもないのか。このクールのループドは、あれコンビニで売ってたんで買ったんですけど、おそらくフォルテは、まあフォルテも多分人気あるからコンビニでも売ってるかもわからんね。でもキーススリムは絶対売ってないですね。まあそれ相応のタバコ屋さん、まあ種類があるタバコ屋さんに行くしかない。っていう感じだとは思います。でも、キースはリトルシガーの中でもかなり有名な部類なんで、まあ、そこまで、マイナーじゃないんで、非常にまあ手に入りやすい部類ではあるんです。割と。うん。あとは、ブラックジャック、もう吸いましたけど、これもあんまり美味しくなかったんだよな。まあ、多分もう。まあ、最近発売したロックオリジナル。これが280円なんで、これもまあ若干気にはなってるんですけど、多分まずいと思うんだよな。多分まずいと思うんだよな。まあ、原産国が中国ですね、これね。うん。あ、うまいって言ってる人いるね。うまい。普通にうまいです。セブンスターからこのタバコに変えようと思ってます。おすすめ度4つ星。で、あと、おすすめ度5つ星。うん。で、あまり期待しないで済みましたけど、カートン買いを決定しました。って書いてある。このループの、このクールの8ね。うん、まあ、これは多分買う価値は個人的にはない。値段も高いし、まあ一つ星だな。うん。ということでご視聴ありがとうございました。